皆さんどうもどうもよろしく、私ドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。へやねんけどあれなんか融合してなかった今、デビルゴーレムが。まさかな。早くカリン様を、炎帝を追わねば。そうだ、カリマどうだった知りたいか。誰だ。いや、謎の男、あのシニョリーナがどうなったのか知りたいか。お前はイケメン野郎。イケメン、お前遊戯をイケメン。謎の男と呼んでくれないか、バンビーナ。謎の男なんや。前の呼び名なんかどうでもいいんだ。カリンがどうなったのか知ってるなら教えろ。あのシニョリーナは今炎帝の体内にいる。そんなのは知ってる。それからどうなった。クイーン・オブ・アイスと炎帝との戦いの最中、炎帝の魔導機が砕けた。炎帝の魔導機が。それゆえ炎帝は今暴走状態にあるが、やがてそれも収束するだろう。どういうことだ。体内にあるもう一つの魔導機を炎帝が受け入れ、どうかした段階で奴の暴走は止まるはずだ。もう一つの魔導機って何。もしやカリン様のことか。ブラーボー、察しがいいな、キャバリエなんかちょっといけすかんなこいつ。古代人の血を引くもの。例えばロンドン王家の直系はデビルゴーレムの魔導機となり、魔導機になった人間はどうなるんだ。さあな、そこまではさすがの私にもわからない。ただ私が調べたところでは、完全に同化した後に助け出すのは難しいと言わざるを得ないな。なんだと。もっと話は最後まで聞いてもらおう。まださ、話あったのね。完全に同化した後には難しいと言っただろう。今ならばまだ救うことは可能だ。可能だ。助け出すだって、どうやって。炎帝の口の中に腕でも突っ込んで引きずり出すとか。違う、冴えてるな、バンビーナ。腕を使うところはあっている。うん、アツマの腕使えろ。ひょっとしてこの右腕を使うってことか。その通り。アツマの右腕をどうするというのだ。それはなんだ、また地震。おや、悠長に説明している暇はなくなったようだな。何、落ちてきた落ちてきた。使ってどうすりゃいいんだ。説明は後。とりあえずこいつを倒して話聞くぞ。はあ、こいつと戦うの。いやいや、あかん。いや、あかんって。炎帝の魔導機がなくなった。カリンが仲間から外れた。でパーティー編成入れていかなあかんよな、やっぱな。マジでレベル高いやつ入れとこなら、一番に高いやつは28やね。せやね、今のところ28や。こいつやデストロイヤー。けどちょっと待て、これさ、いいかな。 HP 回復するやつおらんがなどうしようマジどうしよう。まあいや、適当でいいやもんなの適当にやったらあかんねんけど、28が一番高いから、こいつ入れといて。ちょっと待って、一番 HP が高いのはアマゾニアか。いや、サスカッチか。そうやね、サスカッチやけれども、これせいか。行こう、こいつでな。うわ、ちょっと待って。これ絶対リトライ来るって。ちょっと、みんな怪獣と戦えての？ダンバユキ。これはちょっと。ちょっとあかんて、あかんて、こんなん無理やって。なあ、ちょっとさ、頼むわ、やめて、マジでやめて。怖いよ第一。え、アクイルと、え、何、あー、回復やと。なんだ、エンテの窓際光ってる。説明してやろう。うわ、いきなりイケメンが出たいきなりイケメンが出たね。エンテル窓奥の光は取り込まれたシニョリーナの意識が流出している証拠だ。シニョリーナを助けたければ、この状態の時はエンテルを攻撃しないことだな。光っていない時を狙えばよいということだ。承知した。なるほど。え、光っている、え、どういうこと？これ難しくね、マジで。なあ。今光ってるの？え、どこがどう光ってんの？ちょっと教えて教えてやろ。攻撃していいんかな、これ気になる。ああ、そうなんや。ああ、そういうことね。ああ、わかった。神様ー。え、あ、リトライ。あ、やっぱあかんやれな、めっちゃ難しいやんか。え、ちょっと待って、あかんってな。あ、頼むわ。これさ、うん、そういうこと。使ってない時は寝ればいいということでね、承知した。うん、これで強制スタートで、うわ、こんなん無理やって、勝たれへんって、こんなんなあ、頼むわ。こんなん無理やんか。いや、今光ってないか。あれ、光ってる？分からんねんけど、一回やってみよう。そうだ。よっしゃ、今や。そういうことか。結構食らう。勝手に回復しちゃったぞ。じゃあ、でも、ほっとけば元に戻ってしまうってことか。そういや、組み合わせも似たような能力を持っていた気がする。カリソンを救うぞ。ちょっとどうやって救うのよ。ねえ。EX スキル使っていくもん。しかも無理でした。え、ちょっと待って、これさ、どうしよう。マジどうしようメガフレアウェーブ打っていく。で、ひとまず勇気はこれを1個使っといて。無理か。で、こいつは風属性のザクか。よっしゃ、どうだ。うん、そうなる。うわ、これサモンフェニックスやばいってなあ。こんなん無理やって勝たれへんって。あのさ、みんなここからが見せ場だよ。もういいや、もうちょっといくよ。 OK、 これ欲しいんだな。うん、れんかな。どうしよう。え、なにこれ、なにこれ、何が当たるかお楽しみ。いやー、やめとこさあいけ、いったね。無理やって、こんななあ。ちょいとやばいからな。でもまあしゃあないか。グラブフォースオッケー。え、ああ、全然気づいてなかったわ。ごめん。終わったな。よし、でこいつもキュアパウダーで、こいつはで、こいつはまあキュアパウダー使っとくか。直すよ。治療する。回復。ナイス。もうあいつはめんどくさいからいいわ今や。ちょっと待って、 EX スキル使える？無理やね。こいつは無理やね。こいつは無理やね。ならもうオートでいいオートでいいよ。さあナイス。ちょっと待って、今いけるな。じゃあちょいとライガにちょいとスラッシュを当てといて、でこいつでどうしよう。迷った時はこれやっとこう使うのもったいないけどしゃあない。よっしゃ。どうなる。サモンフェニックスはやめて。全体攻撃やめて、頼む、やめて、やめてくれー。勇気には渡ってない勇気には渡ってない。これはいけるぞ。どうした。フィニッシュやった。きたー、よかったー。うわ1万すごっこいつ与えた傷が治ってる。体を再構築しているのだよ。いくらダメージを与えても倒すことはできない。これがデビルゴーレムだ。じゃあどうすりゃいいんだよ。どうすりゃいいんだよ。右腕でやつを吸収するんだ。なんだと。吸収。やつを吸収しろと言ったんだ。それこそがお前の右腕の能力だ。マジかよ。俺の右腕の能力はエンチャントの無効化じゃないのか。エーテルを吸収してしまうから表面上は無効化しているように見えるだけの話だ。その本質を理解すれば右腕の力をコントロールしやすくなるはずだ。分かったよ。理屈はいい。それでカリンが助かるんだな。ああ、おそらくな。で吸収ってのはどうすりゃいいんだ。右腕に意識を集中し、その手のひらに全てを吸い込むことをイメージしろ。手のひらに吸い込むイメージ。集めたらできる。バカやから。分かったバカやから。あっちも危ないよ。やってやるさ。それで本当にカリンが助かるならな。アツマ、ライガさん、頼りなくて悪いけど任せてくれる？すまない。うるせえよエンテが、うるせえよエンテ今黙らせてやるからな。で、どうなんの？新たな力解放したんじゃんこれ。そんな気すんねんけど。カリン、間に合う？お、間に合ったー。ギリセーフだ。ほんと世話焼かせるよな。すげえ、アツマの右手すげえやべえ、なんか興奮してきた。やべえ、こんな能力隠されていたのか。てか謎の男なんなんあれなんなんあいつやな。トウヤのことを知ってるし、何かやばいよ。さすがにエンテイには少し痛い目を見たわね。私のお肌が傷ついちゃった。あ、傷ついちゃった。でもエンテイはあの右腕に吸収されたようだし、よしとしましょうね、トウヤ。はい、クイーン。ってことはこいつも吸収したらいいんじゃんエンテイはいなくなって、ロンドンシティ、あの魔導機の娘も救われた。右腕の坊やも今だけは幸せをかみしめているらしい。何こいつ、こういうボイス。それ分かっとって何かやったんかなそんなはずはないわ。あの坊やが幸せな夢を見ることありはし、あの坊やは冷めない悪夢を見続ける。終わりの時が来る。なんか軍用バイス、なんか怖い。そうでしょ。そう。はい。はい、クイーンってクイーン言い過ぎ。いやなんか作戦あるんやんかな。どこだ？ここ。あれ。お前は。お前なんかの思い通りにされてたまるか。うっせえ、俺の意志は俺のものだ。なんだと。俺はお前を使いこなしてトウヤを救ってみせる。なんだと。じゃ。うるせえまあそうなるわな。だからなんなんこの謎の声でやったり謎の人っていう人であったりさ、なんで全部が謎なん今朝のあの夢何だったんだ。おーいあつま、あつま、右腕、まさか右腕がん、いやそんなバカな、何がそんなバカななのよあつまってばあつまちょっと挙動詞になってるよ。さっきからずっと呼んでるんだ、返事くらいしろ。ありちょっと考え事してたから。考え事？何バカなこと言ってんの。あつまおかしいよ、周り見えてる。エンテとクイーン・オブ・アイスの大暴れで被害を受けた人たちが一生懸命ロンドンを復興しようとしてるんだ。俺のせいだ、俺がもっとこの右腕をうまく使えてたら。はあ？何言ってんの、もしかしてそんなことで悩んでたの。あつまほんと頭悪いんだね。落ちこぼれだからな。落ちこぼれやね。もうイラつくイラつくのか。できなかったことに頭を悩ます暇があるんなら今できることをやれって。何すんだ、うん、見ればわかるでしょ、復興の手伝い。手伝いって何すりゃいいんだ。とりあえず生意気にカリンのやつが復興の指揮を取ってるみたいだからさ、手が足りていないところがないか聞きに行ってみようよ。カリンは公園で復興の指揮を取ってるはずよ。おう、分かった分かった。ってことでね、まあ今回はライが仲間にしてたあつまの右腕の新たな力が覚醒した。来たよ12秒12秒EX メガフェニックス、あやばこれ獲得 TV×2 を手に入れた。いや、やばくねそれ。まあ今回はね、ということで終わりにしましょう。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル「50音縛り」というものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。